どうも、こんにちは。ザワーチャンネルです。いやー、ほんとね、皆さんもね、これ聞いてびっくりしたんじゃないかなと思うんですけれども、東海大学の箱根エントリー、なんと16人中8人が1年生ルーキーということでね、いつもで構想した三上選手とかね、ほんと次のエースと言われている湊屋選手とかが落ちてて、で、これ持ってきてますんで、諸角監督も言ってるんですよね。1年生が多いのは力通りに先行した結果だと。フレッシュな走りに期待したいと言ってるんで、本当1年生の調子が上がってきてるんでしょうね。で、やはり往路に1年生をぶち込みたいというところから考えてですね、私、またまた、この前のフライングはね、ちょっとね、忘れてもらってですね、区間オーダー考えてきましたので、見てもらいましょう。こんな感じですね。やはりね、けど、1区、2区、3区はですね、もうおそらくこれで来るんじゃないかなと。鬼塚、関、立沢と持ってくると思うんですよね。やはりね、諸角監督は今回、キーマンとしてですね、立沢選手を挙げてるんですよ。立沢選手が果たしてどこに入るのか、これすごい悩んだんですけど、山という線もね、捨てがたい。それはあるんですけれども、ここはぶっちゃけ3区に持ってくるんじゃないかなと、僕はね、思っております。で、4区に、市橋選手を持ってきて、5区、このね、箱根駅伝完全ガイド、東海大学の欄見たんですよ。で、ここで走りたい区は何ですかというね、区間は何ですかっていう項目あるんですけど、ここでですね、なんと松尾選手が山登りやりたいって書いてるんですよね、これ。はい、ということもあって、僕5区にこの松尾選手、宮上選手にね、代わる山の神、はい、松尾選手でちょっと行ってみたいなと。春日選手というね、前回の動画でも言いましたけれども、ありますけれども、僕はここね、意外とね、もう1年生で往路をほとんど占めてくるんじゃないかなと思っております。そして6区ね、この前のは国幸選手を押してるんで、はい、前回もね、山下り走りました。しかし今回はやはりね、この人がメンバー入ってきたことによって、6区あるんじゃねえかなって思ったんですよね。その選手は中島レイリ。はい、倉敷高校出身。いやー、小川駅伝でもね、しっかりと下って、区間賞取ってますんでね、これ山下りの適性あるんじゃないかなと。で、その流れを引き継いで国幸選手が7区に入ってくると。こういう感じで流れてくればね、袋もね、いいスタート切れるんじゃないかなと。そして8区に春日選手、そして林選手を9区に持ってきて、ラスト、こちらもね、調子が上がってきている湯沢選手が最後アンカーを務めると、2年生同じ回戦のね、湊屋選手は出てませんけれどもね、湊屋選手の分までこちら湯沢選手に頑張って、もらいたいなと思っております。いけばね、わからないですね、これはね。東海大学もう本当、ルーキーのね、高田選手なんかも調子いいですからね、全然入ってきてもおかしくないんで、この辺ね、ほんとね、選びにくい、逆に、ところではありますけれどもね、こういった感じでいったら、面白くなるんじゃないかなと、思っております。さあ、湘南の暴れん坊が、ね、箱根の暴れん坊となって、箱根での初タイトルを掴むことができるのか、マジ楽しみっすね。ザオチャンネルでした。